レペゼンおださでしたね。え、マジ頭おかしいよね。龍蔵さんがあんなの相手するわけないじゃん。うちらのボスだよ、龍蔵さん。うちらのボスがあんなダサい男を相手するわけないじゃん。てかレペゼンクルーとかのコメント見てきたけど、レペゼンクルーってやっぱクルーだけ自分で狂ってますよっていうクルーを名前につけちゃうぐらいやっぱ狂ってんだね。本当に狂ってると思う。その話はもうしなんかする価値もないぐらい多分ダサすぎる。元旦那さん、みやちゃんに会いたいとか、元旦那さんっていうか私結婚したことない。